日本のものづくりスタートアップの中で私は一つのロールモデルだと思って応援している会社なんですが、白井です、よろしくお願いいたします。最近なんかあの私どっかのアウトレット行った時に、はいはい、アウトレットでこれを貸し出しっていうのを見たことがあるんですけど、はい、まさに今販売だけじゃなくてシェアリングというか、ええ、こういうレンタルアップみたいなのを今開発してまして、これを使って将来的には目の前にある機体を貸し出しってなこれが使えるようになるみたいなことをしていこうとしております。これ菅井さんのコンセプトが100メーター先のコンビニも行けなかったっていう、で段差があってコンビニ行けなかったです。それでこういう段差を乗り越えられるタイヤをつけたんです。でもタイヤを大きくするとこの場で回転するのすごい難しくなっちゃうんですよ。なのに個々のタイヤも回るので大きいタイヤで段差も越えられるし小回りも効くっていうところは結構弊社のコアな技術の一つとして使わさせていただいてます。これはニーズからスタートしているので非常にいいケースです。